縁のはるばる大槌までお越しくださいましてありがとうございました。今回はですね、大槌町長が見に来てくださってますので、ちょっと先にご挨拶いただきたいと思います。お願いします。皆さんおはようございます。大槌町長の平野幸三です。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様の活動が様々な形で波及をして、そして地域の元気につながることを私は期待をしております。ありがとうございました。頑張ってください。今回はメインイベントバスコンですので、先ほど受付の時にお友達になってくださいカードを渡してます。どんどんお友達になりたい人、その選手名簿の中からですね見つけていただいて、岩手県はシャイな男子が多いと聞いておりますので、持っていけないという方についてはこの2人がメッセージカードを集めに回ります。大槌で新しい出を作りましょう。よろしくお願いします。
リンクジャパンチキメチーム。バスコンフリートインというのを作れてなかったので、これからまだ持ってらっしゃるメモお配りになる方はどんどん配ってください。その後あの随時解散となります。本当に今日はありがとうございました。また元気でいつかお会いしましょう。ありがとうございました、バス椅子バス体験会、それとあとはそのガチの、まあ、車椅子の、まあ、試合、非常に面白かったです。まあ、2回目になるんですけども、まあ、楽しく過ごさせてもらって本当にありがとうございます。また出れるように腕上げてるんで頑張ります。あります。四男です。まあ、次回もまだ4人揃えて桜木杯に来ます。ありがとうございました。前夜祭も含めてとても楽しかったです。今度はまた女子チームで男子に勝ちに来年もまた来たいと思います。